この度、日本で台湾を体験するバスツアーが販売されることになりました。どんなツアーなのか、企画担当の加藤さんから魅力のポイントをお伝えいただきます。阪急交通社企画担当の加藤です。今回のツアーポイントを5つご紹介いたします。ポイント1、横浜マソビオへご案内いたします。こちらは横浜中華街にあるパワースポット。台湾人ガイドによる本場の台湾式参拝をご見学いただきます。その後はたっぷり2時間中華街を自由散策、占いや食べ歩き、お買い物など思い思いにお過ごしください。ポイント2、ご昼食は本場台湾の小籠包の名店金台本へご案内いたします。日本でも大変人気のある台湾点心料理のお店で、今回は横浜ランドマークプラザ店にご案内いたします。小籠包、蒸し餃子、サンラータンスープにエビ入りチャーハンなど、今回のツアーのオリジナルメニューを召し上がっていただきます。お腹いっぱいになること間違いなしですよ。ポイント3、横浜の台所、横浜南部市場へご案内。最近テレビでもよく特集される話題の人気スポットです。たくさんのお店が並ぶ食の専門店街で、約90分お買い物などお楽しみください。ポイント4、バスの座席は1名様で2席利用確約。今回バス1台につき20名様参加限定とさせていただきます。ですのでお座席は2席を1名様でゆったりご利用いただけますよ。またバス車内では台湾人ガイドや添乗員が映像を交えて台湾情報をお伝えいたします。ポイント5、ツアー終了後実際の台湾旅行で使える2000円分の割引クーポンをプレゼント。ぜひ再開後の台湾旅行にご利用ください。とっても盛りだくさんの内容で楽しそうですね。それでは気になるお値段を教えてください。はい、こちらの内容、自身の価格1万円、1万円ポッキリ価格でご案内いたします。皆さんこんにちは、台湾観光局台湾観光協会東京事務所所長の鄭一鳴です。ぜひこのツアーで台湾へ行った気分を感じて気分転換していただけたらと思います。阪急交通社の感染防止対策は独自の旅を楽しむ3つの安心にも取り組んでいます。また選べる発着地をご用意しておりますよ。皆様からのお申し込み心よりお待ちいたしております。